井選手お疲れ様でした。お疲れ様です。今までずっと試合出てきて、僕のプロキャリアでも初めての経験で、本当に周りに助けられてこの順位に言えるってことは本当にチームメイトをまず誇らしく思っています。残り1試合あるんで、自分はそこで試合に出れるようにまず練習から頑張って、またチームメイトを力を合わせて、アウェイになりますけど勝ち点3を取りたいなというふうに思います。試合中だったら自分が一番後ろに立ってるっていうことで、今もそんな安定してないのが正直なところなんで、キック一つにしろ、セービング一つにしろ、ハイボールのキャッチ一つにしろ、簡単なボール一つにしろ、そのやっぱりミスはしていけないというふうに、より強く思いました。それができたら僕自身も自信につながって、プラスアルファでまたいいプレーができてるんじゃないかなっていうふうに手応えも感じてます。こいつに大切にしてることなんてありません。やばね。大切にしてることは、出ても出なくても応援してくれてる人がいるんで、ファンの方が、トレーニングで僕が試合に出れなくてふてったりとか態度をしてたら、やっぱり応援する気もならないと思うんで、僕は常に、サポーター、応援してくれる方、それは僕の友達もそうですね、いつも連絡くれること子とかいるんで、悲しまないというか、そういう姿をプロサッカー選手ってこんななんだみたいな感じで思わせないようにしっかり、練習でやってきていたつもりなので、これはずっとプロのキャリアの中で続けていかないといけなきゃいけないので、恥じないようにピッチでもうその日の 100% を出すだけだと思ってずっとやってきました。守備範囲の部分ではプロキャリアをスタートさせたとこから、最初はそんなに広くなかったんですけど、チームの戦術とかによってやっぱりキーパー求められる部分が多いと思うので、よりポポさんの下でやってできるようになって、さらに自信につながってるんじゃないかなというふうに思っています。ビルドアップの練習はキーパーも含めてやっているので、やっぱりプラスアルファに なれるように練習からもちろんトライしてミスもして、ただでも試合でそのミスはやってはいけないし、かといってトライをやめたら自分の成長にもならない。という意味ではビルドアップっていう部分で円滑にボールを回せるように、自分はダイレクトでつけれる部分があったらダイレクトもちろんつけますし、そういうことは、意識してやってますね。相手の戦術によって相手が全員コーナーキックで上がってきたりしたら、やっぱり自分たちも何枚か残して相手にもリスクを負わせなきゃいけないっていう部分だったら、キャッチしたら前の方に上がってるんで、そういうトライできるだと、自信を持っていたぞっていう環境を与えてくれるとか求められてるって、やっていってますけど、そんな繋がってないんですよね。そこがちょっと課題ですよね。攻守ともにアグレッシブで、とてもいいチームだなっていうふうに思います。前期戦も戦って、勝利はしましたけど、ボールを握られる展開だったので、手強い相手かなっていうふうに思ってます。フラン君と攻守が在籍した時も、本当に中心選手でやってて、本当にうまい選手だなと思って、人間性も尊敬しますし、攻守君に関してはストライカーなんで、絶対に止めなきゃいけないし、フラン君も多分ゴール前で関わってくるので、しっかりチーム全員で抑えて、勝てればいいなというふうに思います。この試合で負けちゃったら順位を入れ替えると思うので、今最高順位僕たちは5位になれると思うので、その5位で、今年21シーズン、終われたら、また来年につながるんじゃないかなというふうに思ってます。アウェイになりますが、現地に来れる方はもちろん一緒に戦うんですけど、来れない方も一緒に戦って勝ち点3を持って帰れるように、頑張ります。応援よろしくお願いします。